備中高松城の戦い。備中高松城の戦いは、日本の戦国時代に起きた戦い。天正十年、1582年に、織田信長の命を受けた家臣の橋場秀吉が、毛利支配下の清水総治の守備する、備内国高松城を攻略した戦いである。秀吉は高松城を水攻めによって放置したことから、高松城の水攻め、水攻めとも呼ばれる。 水攻めの最中に死君である、織田信長が、明智光秀に撃たれる、本能寺の変が起きた。その方を聞いた秀吉は直ちに、毛利方とは僕を結んで、上手、清水総司の切腹を見届けた後、明智光秀を撃つために軍を姫路へ引き返した。戦国時代の備中は死後の細川氏が衰退した後、 国人領主が拡挙する状態にあったが、中でも対等していたのは、三村氏であった。三村家近は、出雲天子氏に代わって、中国地方の覇者となった、秋毛織氏に接近し勢力を、備前、三まに広げたものの、備前浦上氏の三家の浮田直江により、家近が暗殺され、続く秋吉寺合戦において、三村氏は敗退、その勢力は衰えた。後、 直家と結んだ毛利氏により三村氏は滅ぼされ、一中平乱、その参加であった上主の多くは、毛利氏を頼ったが、その一人が、清水総治である。一方で、機内においては、織田信長が上落を果たし、反対勢力、信長包囲網の一部を滅ぼし、将軍、足利義明を追放し、室町幕府の滅亡、天下統一事業を推し進めていた。毛利氏と信長とは、 毛利元成の代においては、友好的な関係であったが、その後継の毛利輝元は義明を庇護し、友幕府、さらに最大の反信長勢力である、石山本願寺と同盟し、信長への敵対の態度を強めていった。信長にとって、石山本願寺を滅ぼすためにはその背後の毛利氏を屈服させる必要があったため、1578年、 家臣の橋場秀吉を総大将とする中国地方への進行戦、国攻めを開始した。秀吉はまず張馬に進出、黒田義隆の居城であった姫路城を拠点に小寺市、沖市を赤松市、立野赤松市を服従させ、反抗する左洋赤松市を滅ぼし、支配を固めた。しかし、石山本願寺。 毛利氏にこうして、信長に同盟したはずの摂津荒木村重が反乱を起こし、有岡城の戦い、針馬においても、小寺氏、別所氏が反旗を翻すなど、秀吉の中国攻めは当初から困難が多かった。別所氏を滅ぼした三木合戦においては、腹心の竹中重春が沈没し、その他多くの将兵を失い、また、光月城の戦いでは、 天子勝久ら天子氏の残党軍を失った。ハリマをようやく再び平定した秀吉は田島、稲葉に進出し、山名報告らを降参させ、山名氏の浜を出し勢力と結んだ毛利氏の吉川京家を鳥取城の戦いにおいて破り、弟の秀長闇安部慶順に明治三陰地方への侵攻を進めさせた。浮田直家は当初は毛利氏の参加として行動し、 おだよりであった主君の浦上宗影を追放して、月国状を果たしていたが、おだしと秀吉の力を知ると、毛利氏を見限り、秀吉に降参を申し入れた。直家は、天正九年、1581年に病没し、幼少であったこの浮田秀家が後を継ぎ、そして、秀吉の勇士になったことで、備前もまた秀吉の参加に収まった。備中高松城の戦いは、このように、 秀吉、小田氏が優位を築いた状況において勃発したものである。浮っきた秀家が漁していた備前岡山から先は、毛利の勢力範囲であったため、小田軍と毛利軍は、備前、備中国境地帯で攻防を繰り広げることとなった。天正十年、1582年3月15日、秀吉はついに、姫路城から備中へ向け2万の軍勢を引き連れて、出陣。 途中、浮田市のかつての居城であった亀山城、別名、沼城、沼城、現、岡山市東区で、浮田市の動向を探り、浮田市が織田軍に味方することを確認、浮田勢1万を加えて、総勢3万の軍勢で、備中へ入った。備中高松城は、当時数少なかった、低湿地を利用した、平城、沼城、沼城であり、鉄砲、 騎馬戦法にも強かった。城を守るのは、清水町、左衛門の城総寺で、三千から五千余りの兵が立てこもり、容易には攻め落とせる状況ではなかった。そのため、秀吉は、周囲の小木を、次々と攻め落とし、4月15日、秀吉方は、浮田勢を戦法に三万近い大軍で城を放いた。そして二回にわたって、 攻撃を加えたが、城兵の逆襲を受けて敗退した。毛利輝元率いる4万の援軍が接近しつつあり、秀吉若い、武田氏を滅亡させたばかりの主君、信長に対して援軍を送るよう使者を向かわせた。信長からは、丹波を平定させた、明智光秀の軍を送るとの返事を得たものの、ついたちも、早く備中高松城を落城させよという厳しい、 命が下っている状況において、秀吉は水攻めを行うことを決定した。低湿地にある沼城という本来なら城攻めを困難にさせるはずの立点を逆手に取った奇策であったと言える。秀吉は即座に堤防工事に着手した。この堤防は、門前村、現、JR 木備線足盛駅付近から、河津が、花、石井山南独までの東南約4キロメートル、 高さ8メートル、底部24メートル、上幅12メートルにわたる堅固な頂庭を作り、足森川の水をせき止めようとするものであった。堤防の高さについては、堤防の調査に先立って行われた高松城の調査から、標高5メートルほどであったと推測されている。築堤奉行には、八塚正勝が任命され、浮北忠家が、黒田義隆の指導の元南所の門前村から、 下出田村までを担当。この場所の工事奉行は、浮田氏家臣の千勝則とも言われる。原子西村を、八塚氏が、松井から、本小山までを、堀尾義春、伊古町かまさ、木下備中、桑山重春、戸田正春らが、河津が花より先を、田島周が担当することとなり、浅野長政は船や船頭を集めて、備中高松城が湖に浮かぶ島になった。 最の白攻めの準備に当たった。また足森川の関留方法は黒田家臣の吉田、長戸氏の検索とも言う。工事には、子卒や農民らを動員し、一票につき、千百分、米一勝という当時としては、非常に高額な報酬を与えた。堤防は5月8日の工事着手からわずか十二日で、完成し、折しも梅雨の時期にあたって降り続いた雨によって、 足森川が増水して200ヘクタールモノコが出現。高松城は孤島と化してしまった。堤防を完成させた秀吉は、堤防の上に見張り場を設けて、木内の様子を、冠した。なお、書籍によっては、竜王山麓を流れる長野川からも水を引いたとしているものもあるが、水路跡などは発見されておらず。 長野川を利用したというのは後世に過失された伝説である。一方、城内では水攻めという奇想天外な戦法に動揺し、物資の補給路を断たれて、兵糧米が少なくなったことと、小早川高景、吉川元春ら毛利氏の援軍が来ないことも相まって、兵の士気も低下。城内まで浸水したため、城兵は小舟で連絡を取り合わなくてはならなかったとされる。 毛利リー・テルモトは、5月21日になって去る、がかり城にテルモトの本陣を置き、高松城に近い岩崎山、甲信山に、元春、その南方の日佐山に、高影が着陣した。しかし、すでに堤防は完成しており、秀吉の築いた湖を前にして、身動きがつかず、さらに信長の援軍が送られてくることから、秀吉との講和を決意した。 毛利方は、群像の暗黒自衛系を黒田義隆のもとに派遣し、五国、備中、ビ後、三ミマサカ、出雲割城と城兵の生命保全の条件で和議を提示した。しかし、秀吉はこれを拒否して、五国割城と城主、清水総司の切腹を要求したため、交渉は一旦物別れに終わった。毛利方は、清水総司に対して、救援の不可能なことと、 秀吉に降伏するべきという旨を伝えたが、宗司は自分の命を城ろと共にしたいとして、これを拒否する。毛利方は暗黒自衛系を高松城に送り込んで説得を試みたが、宗司は主家である、もう年へ時内の兵の命が助かるなら自分の首はいとも安いと述べ、自らと兄である下世と弟の南波宗太が伝票へ。伝兵は古伝。 小早川氏からの炎症である末金神賀の四人の首を差し出す代わりに老城者の命を助けるようにという嘆願書を書き、暗黒自衛刑に託した。ちょうどこの時、六月三日夜、秀吉方は明智光秀から毛利方に送られた使者を捕らえ、信長が明智光秀の無本によって京都の本能寺で落命した本能寺の変という密書を手にする。秀吉はすぐに、 黒田義孝と抗議し、一刻も早く、毛利と和睦して、明智光秀を打つべく上洛する方針を固める。秀吉方は、信長ら名によって秀吉が後ろ盾を失った状態であることを毛利方に知られないように、徹底的に、信長ら名の事実を引徳した。翌6月4日に秀吉は、暗黒自衛系を呼び、割地を川辺川、高橋川と八幡川伊藤の割動。 先の五カ国から、備中、三まさか、放棄の三カ国に、譲歩とし、清水総治自陣を和睦条件として提示した。毛利方はやむなくこの条件を受け入れ、ここに和睦が成立した。なお、人質として、毛利側から吉川広家と小早川元武佐、後の小早川秀勝が、秀吉側から森重政、厚生兄弟、後にいずれも毛利瀬名乗るが送られた。 清水宗司は秀吉から送られた酒と魚で、別れの縁を行い、木内の清掃などを家臣に命じ、身なりを整えた。その後、宗司ら四人は秀吉から差し向けられた小舟に乗って、秀吉の本陣までこぎ、酒を交わした。そして、舞を踊った後、浮世は今こそ渡れ武士の名を、高松の苔に残してという自生の句をしたため、自害した。 他三人も次々と自害を遂げ、四人の解釈を行った国武一致の神も自陣した。秀吉は掃治を武士の官として称賛した。秀吉は毛利軍の出方を一日見極めた上で、六日の昼過ぎに刑に向けて軍勢の移動を開始した。高松城に杉原家継を置き、山陽道を東へ向かった中国大萱し、なお、 毛利法が本能寺の変法を入手したのは、秀吉撤退の日の翌日で、紀伊の際が州からの情報であったことが、吉川博家への覚え書き、暗文から確認できる。秀吉は三秀を6月13日からの山崎の戦いで破り、信長の実質的な後継者の道を歩むことになる。秀吉の実力をよく知る毛利氏は、 秀吉との和睦を維持し、その派行を支援した。後に、豊臣政権のご太郎が定まると、照本と高影はその一員となっている。この落城の後、備中高松城には、浮田氏の家老、花房正重が入城。関ヶ原の戦いで正重は主君に反し東軍についたため、江戸時代には旗本に取り立てられた。数年はここに陣屋を構えたが、 備中国阿蘇、現、総者市阿蘇に移ったため、備中高松城は、廃城となった。また、秀吉が天下を取った後に、清水総司の工事地震にし、治行一万石を与えようと述べたが、総司の嫡男である、啓治は、もう年家に残ることを選んだという。もう年家文書に、啓治自身その旨を書き残した書状がある。現在、 高松城二の丸市に玄明寺という寺が建立されており、その境内内部が宗除寺陣の場所とされており、石碑が建っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。